城西藩長が置かれた根、新武魂、陣屋石城西藩は、江戸時代後期に、和佐国に所在した藩。国高は一万国で、藩長は、和佐国坊田軍城西村の新武魂陣屋に置かれた。母親戦争によって改役された、唯一の藩として知られる。当初藩長は、坊田軍外淵村の外淵陣屋に置かれていたために、外淵藩とも呼ばれる。明治維新後、名義上は、 大田郡桜井村を班長所在地として桜井藩が設置されたが、この班長は海淵陣屋を転用したものである。実質は海淵藩と同一とみなすことができるため、本校では同藩についても合わせて解説する。ちなみに海淵、桜井、城西村は隣接関係にあり、海淵陣屋は海淵、桜井両村の境界線に沿った海淵村側にあった。藩主の邸宅は三。 村内に点在していたようである。部地藩、編集部地桜井、城西金ヶ崎千葉関連地図1927年に建てられた、県との記念石踏み、県と支配の儀に使われるうさぎが、上根岸村で捕らえられていたことにちなむ。林屋は、小笠原氏の支流を称し、松平地下市市の代から、松平氏に仕えた三河府代の家柄である。 林屋は代々番方を務める旗本で、忠和の代に三千国を治療した。その後、忠和、忠久、忠厚、忠秀と続く。伝承によれば、松平家の祖である雄親、親氏が、死なので旧死した際に、筑くま軍林郷に従していた旧地の林三政正を頼ったことがあった。三政正は、雪の中でウサギを捕らえて、吸い物にし、雄親、 親父しに振る舞ったという。これを、開運の華麗とし、徳川幕府の下では、正月行事として、林家が将軍に、うさぎの吸い物を献上し、将軍から酒を賜るという、県都支配の儀式が行われることとなっていた。天明7年4月に、徳川家成が11代将軍に就任すると、忠秀は、故障として使え、家成の長身となった。 完成8年に家徳を相続したただでは、故障番組頭角、雇用取り継ぎ見習い、小川雇用取り継ぎなどと衛進し、さらに家像を重ね、文政5年には7000国を治療する。文政8年4月、若年寄りに昇進して3000国の家像を受け、計1万国の大名に列して回復地藩が成立した。天保五年十二月には三千国、天保十年三月には、 江戸城集区などの功を称されて五千国を加増され、計一万八千国を領した。しかし、家成が天保十二年一月に死去すると、将軍栄吉と老中水野忠国の粛清を受け、四月に八千国を没収された上、若年よりも悲鳴された。さらに、同年七月には強制隠居を命じられた。 天保14年6月には、天保の改革の一環として行われた、インバヌ沼掘り割りの手伝い武神を命じられた。家なり没後に8000国もの家族地を失った、犯罪性はさらに逼迫した。城西藩、編集開営3年11月、中朝日は班長を海府地陣屋から 1.5km ほど、内陸に位置する、某田郡城西村の高台に築いた、新武根陣屋に移す。以後、 この藩は、城西藩と呼ばれる。なお、海府知人屋は、藩の地方役所としてそのまま使われた。二代藩主忠方は、伏見奉行在任中の1867年に、休止し、若年の嫡男忠宏に代わって、老井の忠孝が家督を相続した。慶応四年、数佐に転じた遊撃隊による助力要請に接した忠孝は、旧幕府側に組みすることを決し、 自ら脱藩して、同藩士と共に、遊撃隊に合わした。出陣に際して、新武根陣屋を自役した。ただたからは、暴走や相模にて新政府軍と交戦した後、急爆不勢力の制する東北各地に転じた。敵対するただたかの行動は新政府の怒りを買い、明治元年に改役となった。上西藩は、戊辰戦争によって改役された、唯一の藩である。そのため、 林家は諸侯でありながら、大政奉還以降唯一家族に入れなかった一族となった。明治維新後の林家、編集仙台に転戦した忠孝は、徳川宗家が寸譜70万国の諸侯として存続するとの法に接し、新政府軍に降伏した。以後は、江戸の唐津藩邸にて遊兵される。明治2年、同家は忠だを当主とする300国の東京府氏族として存続した。 忠孝も1872年に赦免されたものの、過労の削減、廃止もあり、以後は職を転々とする困窮した生活を送った。明治22年、大日本帝国憲法発布に伴う大社によって、西郷隆盛の名誉が復権するや、旧藩士らは、林家の復権運動を起こす。明治26年、忠広に対して断尺が授けられた。なお、忠孝は、 昭和16年に94歳で死去するまで在名し、最後の大名として、この世を去った。明治元年7月13日、駿河国小島藩から一万国で、松平信都市が、カ佐国に移転した。当初は、カ佐日国地下順軍南小安村金ヶ崎に、小安神屋を置いて、藩長都市、金ヶ崎藩と称した。しかし、翌年3月に藩長を、某田郡桜井村に移し、 桜井藩に改称した南小安村の交通が不便であったためとされている。桜井藩が藩長とした桜井陣屋はかつての海淵藩時代の陣屋と全く同一であった。この背景には海淵藩が朝敵として開域された経緯から海淵藩の名称を避け林村の名前を取って桜井藩と称したのが実情のようである。 信ぶとは藩内における治水工事に尽力した。明治4年の廃藩地検により、桜井藩は廃藩となって桜井県となり、同年11月には合併によって木更津県が成立して県庁が開淵地陣屋に設置された。後に同県は陰馬県と合併して千葉県となった。林屋普段1万国1万3000国1万8000国1万,万国。 林や不代一万国松平家旧ふ代一万国なお、いずれも IQ が存在するため、損数の合計は一致しない。桜井藩に関するカテゴリー。ありがとうございます。